無添加の痩せる食材トップ3選んできました。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひお受け取りください。それでは今回の動画のテーマは無添加の痩せる食材トップ3ということでイオンマックスバリューさんで選んできました。では一つ目の項目です。なぜこの無添加の食材で痩せることができるのかというそのね大切なポイントってあるんですよね。なぜかというとあなたがこれを知らないまんまですとどんなに頑張ってダイエットを取り組んだとしても結果太る体質になってしまうからなんですよ。そこで気をつけたいポイント、痩せるポイントは腸内環境が整うものですかということ、そしてまたその食材そのものが無添加ですかということがとっても大事になるんですよね。そうなんです、この食材が無添加であることが結果腸内環境が整って、その結果あなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですね。もしあなたが知らない間に食品添加物をたくさん摂ってしまっていたということになっていたとしたら、あなたの腸や肝臓に負担をかけてしまいます。その結果消化吸収ができなくなってしまって、その後にですね栄養不足になってしまうんですよね。そうすると太るんです。なぜかというと栄養不足のままであればやはり痩せることができない。なぜかと言いますとその痩せるホルモンを、ね、作る材料がもともとここで作れていないからってことになるんですね。なので痩せるためにはしっかりと食べるイコール栄養バランスを整えておくということが痩せる効果を高めるということになるんですよ。では項目の2つ目です。そこで何を取ればいいんでしょうかということで、項目1でもお伝えした通りポイントは食品添加物が含まれていない良質のものをしっかりと取ること、結果そのことで栄養バランスを作っていくことができる、痩せホルモンを作ることができるということになります。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回私がイオンマックスバリューさんで選んできた無添加のおすすめ痩せ食材トップ3をランキング形式でお伝えしていきます。まず第3位はこちらです。はい、見えますでしょうか。光った、これこの角度だと見えますか。イオンのトップバリューのひよこ豆と玄米から作ったスパゲッティタイプのスパゲッティの麺になります。でこちらが1箱で 240g 入ってます。で 100g あたりのカロリーが 361kcal、 タンパク質が 14.8g、 脂質が 4.4g、 糖質が 62.4g、 食物繊維が 6.2g 入っています。で裏の原材料チェックしてみますと、普通ねパスタといえばスパゲティといえばいかがですか、小麦粉でできてますよね。でも小麦粉はグルテンが入ってますから、もう非常に太ってしまう元をまあ食べているということになります。ところがこのパスタは原材料名を見ますと小麦粉一切入っていないんですよね。ひよこ豆の粉と玄米の粉、バレーショ伝粉だけでできています。なのでそういったグルテンの影響も受けませんし、まあ、そもそも小麦粉はどうしてもね太る食材ですから、ダイエット中にはなんとかね避けたいっていうね、まあ、材料になってくるんですけども、まずこのひよこ豆でね、ご存知ですか、結構くちばしのね形でなんかこうちょんとねとんがった可愛いお豆さんなんですけども、ひよこ豆がその腸内環境も整えてくれますし、食物繊維が豊富なことであなたの太るもと糖質を取った時に血糖値が急上昇してしまって、その結果脂肪が溜まっていくよっていうその状態をギュッとね抑えてくれる効果もあります。でまたコレステロールも減らしてくれますし、なんといっても高タンパク低脂質の食べ物ですから、もうこれ安心してねダイエット中でもいかがですか。やっぱパスタってね食べたくなりますよね。スパゲティとか食べたいじゃないですか。その時に小麦粉でできているパスタではなくって、こういったひよこ豆が主な原材料として使ってある先ほどのこのトップバリューね、イオンさんのこの無添加のスパゲティを召し上がっていただくといいなと思って選びました。でまたこれひよこ豆だけできてるわけじゃありませんでしたよね。玄米も入ってるんです。で玄米は白米と違って痩せる食材ですから、安心してね召し上がっていただきたいなと思います。私も玄米大好きで毎朝食べてます。
で玄米も同じく腸内環境を整えてくれますし、低 GI 食品なので先ほどのひよこ豆と同様を血糖値の急上昇を抑えてくれます。でまた食物繊維も豊富、代謝も上がってビタミン、ミネラル、デトックス効果も大ということで、もうこれだけダイエット向きの食材になりますので、先ほどのスパゲティを今まで食べていたスパゲティからシフト変わるだけで、あなたは美味しく食べながら痩せることができるんですよ。では第2位はこちらです。はい、トップバリューのグリーンアイシリーズですね。オーガニックのエゴマオイルになります。有機の認定農場で栽培したシソ科のエゴマ種子から低温の圧搾法で作ったオイルということになります。でこちらね、やはりあのエゴマオイルはこの JAS マークがしっかりついたこのオーガニック指定農場ということでね、もう安心安全のオイルということになります。でこちら一瓶がですね、いくつ入ってます、 あったあった、 232g で、なんとも半端な数字だなと思いませんか。232、まあでもいいですよね、なんかプラス 2g だとちょっと得した気分になりますよね。でこちら原産国はですね、中国、イタリアになってますけれども、やはり国産ではありませんがオーガニックの指定ということで、まあ、安心安全ということで選びました。でこちらエゴマオイルっていかがですか、どのように使われてますか。もうダイエットしたいと思った時にですね、こう手間がかかったりとか、もう時間かかったり、作ったりとかね、こう出来上がりまでに時間かかるとか、もう待てないっていう時ありませんか。あ、これだったら私にもうすぐできるなとか、簡単だなってね、大事だと思うんですよね。そのことが結果続くポイントになってくると思いますし、結果も出せるということにね、つながるんじゃないかなと思うんです。そんな時に大活躍するのがこのエゴマオイルなんですよね。この外から取らないと体内で作れませんから、その外から取るために必要な必須脂肪酸のオメガ3系を含まれている、含んでいるそのオイルなんですよね。なのでこれはやはり健康面でも大事です。また腸内環境も整えるために必要なオイルになりますし、中性脂肪も抑えてくれるっていうね、こういった効果があるのがこのエゴマオイルなんですよね。でこちらはシソ科ですから、まあ、若干ね、あのお花が効く方なんかはちょっとこうシソっぽい香りがするかもしれませんけど、ほとんどパッとその匂いを嗅いだ時にですね、まあ、無味無臭で、まあ、味もないですし、香りもそんなに気になりませんし、いろんなお食事に要はもうちょい足しでいいんです。もうスプーン1杯 2g 程度を、例えば、まあ、納豆に入れてもよし、お味噌汁にかけてもよし、サラダにかけてもいいですし、ヨーグルトに入れたりとか混ぜたりとかね、飲み物にも混ぜてもいいんですよ。もう簡単なんです。で注意は加熱しないことですね。加熱した料理には使ってはいけません。せっかくのね、あの効果がなくなってしまいやすくなるので、これは非加熱で熱せずに使ってみてくださいね。なので簡単なんです。日頃のお食事にティースプーン1杯 2g を1日ちょい足しするだけで痩せ効果を上げることができるオイルになりますから、ぜひね試してみてくださいね。では第1位はこちらです。はい、トップバリューの国産リンゴ果汁 100% 使用した純リンゴ酢になります。こちら1つであたりですね、こうやって 500ml 入っておりまして、この裏がポイントですよね。原材料名がリンゴ果汁 100% です。かっこリンゴの国産ということで、国産のリンゴ果汁 100% のみでできたリンゴ酢ということになります。もう私はですね、個人的にこのリンゴ酢ね、大好きなんですね。いろんなお酢がある中でも、このやっぱりリンゴ酢がダイエット効果が高いお酢ということになるので一押しなんです。でまたあのフルーティーで飲みやすいんですよね。あの癖もなくって、いろんなお料理ドリンクにも使いやすいので、ぜひあなたもまだリンゴ酢飲んだことないっていうことは方はね、試してくださいね。でリンゴ酢は脂肪燃焼促進効果、要はどんどん脂肪を燃やしてくれる効果がありますし、その結果代謝が上がって脂肪がつきにくくなって、痩せるということになるんですよね。もう痩せる道まっしぐら
に大活躍してくれたこのリンゴ酢になります。で私もですねリンゴ酢の動画いっぱいねたくさんアップしてるんですけれど もうコメントとか LINE の方にも先生すごいってなんか今までね全然痩せなかったのにリンゴ酢を飲み始めるだけで特にね食事も今まで通りなのにもうどんどんね1キロ2キロ痩せてきましたとかあの健康診断行ったらね数値が良くなってたとかねいろんなね嬉しいご報告いただいてるんですよね。リンゴ酢って本当すごいんですよ。でまた血糖値の急上昇も抑えてくれる効果がありますから要は脂肪を溜め込みにくくしてくれますよっていうのがリンゴ酢になります。また他にもですね食欲を抑えてくれたりとか、まあ、むくみを改善してくれたり、まあ、女性にとって嬉しいですよね。もうむくんだままじゃもうほんときついですし、まあ、そもそも見た目も嫌ですよね。もうぷよんぷよんってなればキュッと引き締まった方が良いのでそういったむくみ改善にも効果があるのがこのリンゴ酢ということになります。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せるポイントとして食材選びの時には無添加であることがとっても大事なんですよってお話をさせていただきました。じゃあどうすればいいのということで今回はイオンマックスバリューさんで選んできました痩せる無添加食材トップ3ということであなたにランキング形式でお伝えしました。もしねあなたのお近くに今同じものがなかったとしてもあの選ぶポイントをお伝えしましたよね。そこをベースにお近くで似たようなものでも良いですからとにかく無添加を一つずつね今まで買ってきたものからシフトするようにするだけであなたはダイエット効果を上げることができて健康的で綺麗に痩せることができますよ。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。